はい、というわけで始まりましたグランツーリスモ6の、攻略というかプレイ動画です。今回はフレッシュマンカップの、レース1でございます。車は引き続き86の、アニバーサリーエディションですね。前回と変わった点はですね、サスペンションを入れたので新しく、まあ足回りのセッティングができるようになりましたね。でだいぶ結構車高も落とし目にして、でまあこの筑波サーキットなんで、まあテクニカルコースで綺麗に走れるような、足回りにちょっとしてきました。それでは、レース1行ってみましょう。さあ前回に比べてだいぶ車高が下がっております。さあスタートです。筑波サーキットはですね、このゲームで初めて走るんですけど、まあ日本のチューニング業界で言ったらもう本当に知らない人はいないほど有名なサーキットですね。茨城県の筑波にあるんですけど、全長はコースの全長は短いんですけど、はい、今ぶつかりました、岡間掘りました。これ実際のレースでやると後で面倒くさいことになります。まあ、筑波サーキット、テクニカルなコーナーがいろんなコーナーが揃ってるんですね。まあ、ヘアピン、中速コーナーで、そして最後の、高速コーナー、いろんなコーナーが揃ってて、とても、車の性能を試すにはもってこいのサーキットです。さあバックストレートです。ここの立ち上がりうまくトラクションかけないと、リアが滑ったりしますね。さあバックストレートから最終コーナー。最終コーナーはですね、このラインの切れ目、赤白のラインの切れ目をですねクリッピングポイントと見立てると、いいって言いますね。さあ1コーナーブレーキング、クリッピングポイントを取って立ち上がります。展開です。さあ次のヘアピンで仕掛けます。さあ BMW を抜いて、ここのヘアピンもタイトですよね。さあ右の中速コーナー、ここはですね86だったらアクセルオフでいきます。ここは全開です。さあヘアピンカーブ、フルブレーキです。2速で突っ込んで、全開です。ここの立ち上がりでやっぱりバックストレートの伸び、ストレートスピードの伸びが変わってきますね。さあ最終コーナー、さあクリップは遠赤のラスト、遠赤前赤ですかね。そしてゴールです。はい、フレッシュマンレースのレース1で、フレッシュマンカップのレース1でした。